瀬島隆三にはある黒い噂がある。戦後11年間にわたりシベリアに抑留された瀬島が日本兵をソ連に売り渡した張本人であるとするいわゆるシベリア抑留密約説である。はじめに断っておくが、この説は現時点ではただの噂でしかなく、決定的な証拠は何もない。そんな昭和の怪物とも言われた瀬島隆三とはどういう経歴を持ち、どのような人物だったのだろうか。今回はそのあたりを見ていこうと思う。瀬島は1911年12月、村長であった瀬島隆太郎の三男として生まれた。瀬島が軍人を志望するきっかけとなったのは、中学1年生の時に見た陸軍特別大演習だといい、こうして中学から東京陸軍幼年学校へと進学した瀬島は、体操とか剣術は不得意だったが、学科はとにかく優れていたといい、この頃の瀬島の様子を幼年学校の同期は、瀬島は目立つことのない生徒で、身体も小柄でおとなしく真面目、言葉数が少なくてボソボソ話すようなタイプだった、と語っている。幼年学校は首席、士官学校は次席、一回の受験ではなかなか合格できないと言われている陸大も、一発の試験で合格している。そしてなんと陸大は首席で卒業し、天皇を前にしての墓前講演を行っている。ご覧のような輝かしい経歴から見るに、瀬島が優れた頭脳の持ち主であったことは、彼の好き嫌いに関わらず、皆が認めるところであろう。陸大を首席で卒業したことは、頭脳明晰な陸軍のエリート軍人である一個の証明とも言えるが、昭和史研究家の保坂正康氏は瀬島の評価について興味深い指摘をしている。僕は瀬島のことを前に取材して当時の関係者にかなり話を聞いたところ、誰も彼のことを頭が良かったとは言わないんです。でも彼は陸大を一番で卒業しています。当時の同期生たちが口を揃えているには、瀬島という人は教官が望む回答を忖度して書くことに抜きんでた才能があったということでした。教官の考え方に寄り添うように答えを書いて好成績を取る、すなわち陸軍のヒエラルキーの中に自己をうまく合わせたものだけが5番以内に入ることができた。そのいい例が瀬島隆三という男です。あたかも軍統組は上官におもねる才能があっただけで大したものではないとでも言わんばかりの言い方であるが、これが本当であれば石原幹事のような教官たちに食ってかかるような独自の考え方を持っている軍人がほとんど首席で卒業できたことは例外中の例外だったということなのだろうか。1941年12月8日に太平米戦争が勃発。その頃瀬島の姿は陸大を最優秀の軍統組で卒業した者だけが入ることを許される参謀本部の中枢第1部第2課にあった。瀬島の仕事は兵力運用であった。例えばある地域で作戦を行う場合、そこにどの師団どの連隊を送らなければならないか、さらには全国各地の部隊で日頃どういう訓練をしているのか、どういう戦闘経験を持っているかという情報を分析し、どの部隊をどの作戦に投入すれば一番適切かというのを練っていくのである。何万何十万、いや時には何百万という兵力を動かすわけだから、国運を左右する難業務である。この頃の瀬島の仕事っぷりを阿南陸将の議定で軍事家の竹下正彦中佐は、瀬島君の案文は手を入れる必要がないほど完璧で、無修正のまま班長、課長、部長、参謀総長のハンコが押された。瀬島君は作戦家の若手会員だったが、我々は彼で瀬島参謀総長と次長気味に呼んでいましたと語っている。中枢と前線を2年から3年ほどで行き来する参謀が多かった中、瀬島は参謀本部に6年間という異例ともいえる長い期間席を置き続けたことは、彼が参謀本部にとって実に便利で勝手がいい組織の意を組んで動く極めて優秀な存在であったかを物語っている。そんな戦中の瀬島が参謀本部の典型としてやらかした事件がある。1944年10月12日から16日に行われた台湾沖航空戦で、大本営発表、我が方の収めたる戦果、航空母艦11隻、戦艦2隻、というとんでもない戦果が報告された。日本中が真珠湾攻撃以上の大戦果だと大はしゃりした。時の総理大臣小磯国昭も、勝利は今や我が頭上にあり、とお喜びした。しかし、この台湾沖の大勝利、全くの誤り、誤報であった。実際の被害は空母1隻損傷、巡洋艦2隻が損傷、艦艇の沈没は1隻もなかった。陸軍の方でもこの戦果はちょっとおかしいんじゃないかという軍人はいた。陸軍のマッカーサー参謀とあだ名された堀栄蔵は、この成果は信用できない、いかに多くても2、3隻、それも航空母艦かどうかも疑問という緊急電を参謀本部に送っている。この堀の電報を握りつぶしたのが瀬島である。堀によれば、戦後シベリアから帰国した瀬島から電報を握りつぶしたのは私だと謝罪があったというが、当の瀬島はそれは堀の記憶違いだろう
と言って堀の証言を絶対に認めなかった。もともと陸軍はルソン島でアメリカ軍を迎え撃つ作戦を練っていたが、レイテ島に上陸し弱体化したであろうアメリカ軍を一挙に撃滅する作戦に切り替わり、ここにフィリピン攻防戦のターニングポイントであるレイテ決戦が決定されたわけである。台湾沖航空戦の戦果を前提にしたそれ以降のフィリピン作戦は致命的な準備不足、兵力不足の事態で動いてしまったというわけだ。レイテ島投入兵力が合計で84,000人、生還者は2500人でたったの 3%。 誤った情報や甘い見通しで始まったレイテ島決戦、これが日本が国運をかけて挑んだ決戦のあまりに粗末な結末であった。このレイテ決戦の失敗の責任はまず第一に海軍の嘘にあることは明らかであるが、それでも彼の電報黙殺によってもたらされた結果に対する責任は問われて叱るべきである。と言っても瀬島がこの電報を握りつぶさずとも情報の握りつぶしなど当時の参謀本部では日常茶飯事であったし、日本軍のインテリジェンスでもご紹介したようにやはり日本軍では作戦重視が原則で、兵端情報軽視という風潮がとにかく強かった。そのため作戦部は作戦を立てる際、情報部からのインテリジェンスをほとんど重用せず、自分たちの判断に頼った情報分析評価を行う情報部の機能は完全に実施、事実上の情報分析や情勢判断は作戦部が主導していた。当時の虚構の大戦果によっていた参謀本部の雰囲気からして、その電報がしかるべく処理されていたとしても、その後のレイテ島決戦の発動が覆るようなことはなかったであろう。終戦1ヶ月前の1945年7月1日、瀬島は関東軍総司令部の作戦参謀に転じた。まさかわずか1ヶ月の関東軍参謀で11年間のシベリア抑留を体験することになるとは夢にも思っていなかったことだろう。敗戦時、ソ連軍との停戦交渉に当たったのが瀬島と関東軍総参謀長の畑彦三郎とハルピン総領事の宮川船尾の3人であり、この停戦交渉に当たった3人がシベリアに抑留された日本兵をソ連に売り渡したのではないかというのがシベリア抑留密約説である。この捕虜をシベリアで労働させようというアイディアの出どころは、戦争末期日本政府がソ連に和兵の仲介を依頼した際の日本側の次の一文にある。賠償として一部の労力を提供することには同意す、つまり日本政府は国家の意思として戦時賠償として一部の労力を提供することもやむを得ないと考えていたわけである。スターリンがこの交渉の要項の内容をどこまで知っていたかわからないが、全国抑留者保障協議会の言い分は、ソ連はこの条項の意味を国家として見抜いており、この条項を瀬島らに提示し、畑総参謀長や瀬島はこれを受け入れているはずだというものである。交渉に当たった3人のうち、畑は1959年に病死、宮川は1950年に収容所内で病死しているから、ソ連側との停戦協定でどのような話し合いが行われたのかについて語れる意気承認は瀬島ただ一人であった。瀬島自身はシベリア抑留密約説について、密約説を唱える人たちは明確な根拠を示してほしい、そういった権限は我々に何もないと一蹴している。確かに瀬島の言う通り、普通に考えて瀬島が国家日本政府を代表してこのような条件を提示する権限などないことは想像にたやすく、さらにはその停戦交渉の内実も交渉という名の命令強制であったろうことは留意する必要がある。全国抑留者保障協議会は、要するに我々抑留者は国家賠償としてソ連側に引き渡されたということです。どうか瀬島さん、この交渉の内容を説明してください。我々会員一同は伏してお願いしているんです。都市財人の前で頭を下げたが、それでも瀬島は口を割らなかった。シベリア抑留密約説の真相に迫るべく、瀬島に2回にわたり合計8時間インタビューした補佐たちは、最も聞きたかったシベリア抑留時代のことは史実を詳しく話したがらず、最後まで不透明なままだった。肝心なことを聞くと話を本質からそらす癖があったと不満を漏らしている。瀬島が伊藤忠に入社したのは1958年のことである。この時瀬島46歳だった。伊藤忠の創業家と親戚関係にあった本郷から、もし君にその気持ちがあるなら会社へ当たってあげよう、との伊藤忠への就職を勧められたのがきっかけであった。本郷とはシベリア抑留中ハバロフスクの収容所で一緒だったという。瀬島は社内でめきめき頭角を現し、たったの5年で4等社員から取締役になった。伝説的なスピード出世と言っていい。参謀本部時代に培った単なる偏差値秀才ではない、場の空気というか上司の腹の内を的確に読み取るという参謀としての能力が発揮されたのだろう。この時
瀬島が部下に日常業務で徹底させていたことがある。報告書は必ず紙一枚にまとめる。結論を先に示す。要点は3点にまとめる。どんな複雑なことでも要点は3つにまとめられる。というのが瀬島の口癖だったという。瀬島を重用した当時の社長、越後正和は、陸大卒の生粋の職業軍人であるこの人物が、困難に直面しても、動揺しない度胸を持っていることと、やはりその頭脳に魅力を感じた、と瀬島の才能を買っていた。そんな中である。瀬島はソ連のスパイだという記事が出たのは、出どころは初代内閣安全保障室長を務めた元警察官僚の笹篤之氏が書いた著書「私を通り過ぎたスパイたち」という本で、昭和30年代ソ連大使館員の尾行を続けていると、その館員と接触する日本人ビジネスマンがいた。それが瀬島だったと記している。またソ連の対日工作責任者であったイワン・コアレンコは、シベリア抑留中の瀬島が日本人抑留者を前にして、天皇制だと、日本共産党万歳、と拳を突き上げながら絶叫していた、と証言したことで、瀬島のソ連スパイ説の信憑性が増すわけだが、生き延びるため、自身を有利な状況に置くため、その状況に応じて、いろいろと本意でない芝居や工作をすることは、特に頭の切れる人がよくすることで、見極めが難しいところではある。正直言ってこの説も、第三者の検証に耐えうる決定的な証拠があるわけではない。越後は瀬島を呼び出し、妙なことが書かれているが、どうなんや、と問い詰めると、瀬島は静かに笑って、一向に弁明をしようとせず、常に沈黙を守ったという。それでも越後の瀬島に対する信頼は厚かったようで、彼に騙されたら運がないんだ。諦めなければ仕方がない。最後の決心はこの男なら、という信頼感を持てる人でないとダメだよ、と語っている。1981年、瀬島は、鈴木善幸内閣のもと、増税なき財政再建を旗印に発足した第二次臨時行政調査会への委員として参加した。瀬島は、行政、財政に詳しくない、という理由で初めは断っていたらしいが、国家、民族の将来のため、という言葉にしぶしぶ了解したそうだ。第二次臨時行政調査会といえば、針の穴にラクダを通すよりも難しいと言われた。歴史に残る大改革、国鉄を JR に、日本電信電話公社を NTT に民営化させたことでよく知られている。瀬島はそんな第二臨調の事実上の参謀長として、臨調内の戦略会議をまとめる役割を担った。第二臨調が解散すると、臨時行政改革推進審議会や中曽根内閣の目玉の一つでもある教育改革を目指す臨時教育審議会の委員にも選ばれている。こうして日本の将来に影響力を持つ公的な存在となった瀬島は、昭和の参謀、国史参謀というレッテルとともに、しばしばテレビに登場するようになった。日韓関係正常化の立役者としての瀬島もご紹介しておく。日米間の新しい時代を切り開くべく、当時教科書検定問題などで関係が悪化していた韓国とのパイプ役として白羽の矢が立ったのが瀬島である。中曽根首相から直々に依頼を受けた瀬島は、陸軍士官学校時代の後輩や同期などの旧軍人の人脈を使って、中曽根首相の親書を持って韓国に飛ぶと、チョン・ドゥファン大統領の腹心と会談を重ね、ついに1983年1月12日、瀬島の下準備が功を奏して、日韓首脳会談は大成功を収めたのである。2007年9月4日、瀬島はシベリア抑留の真相を一切語らず、95歳でこの世を去った。何冊かの自伝的なものも残している瀬島だが、肝心な点については語らないままであった。黒とも白とも言い難い瀬島であるが、瀬島の罪は、歴史の当事者として、その真相を明確に語る責務があるのに、語るべき史実をあの世に持っていったことにある。歴史に対する不誠実さ、無責任さは、厳しく糾弾されるべきである。とはいえ、シベリア抑留の悲劇の責任は、戦争終結の11年にわたり、1割という人間が死ぬような過酷な労働を強いたソ連側にあるわけで、それは戦争捕虜に関わる国際法と、ポツダム宣言を踏みにじった、スターリンの大犯罪であった。